今年も火鉢の季節がやってきた。ということで、ここ3、4年ぐらい火鉢のある生活を続けている、どうも三鷹です。うちはね、じいちゃんばあちゃんの時代から火鉢使ってるので、なんと火鉢が2個あります。といっても使わなくなったので、ござなどを入れて邪魔だけど捨てずに活用はしてるって感じになってるけどね、邪魔ではある。今はそのうちの1個を復活させて使ってるんだけど、使っているからわかる三鷹なりの火鉢の衰退した理由など、前回の火鉢動画では語れなかったことを好き勝手言って火鉢を買おうかなと考えている方のための解説じゃないけど説明動画かなになります。中にはね、火鉢新参者が何言ってんだと思うかもしれないけど、途切れ途切れだけど火鉢歴は長いしね、一度ね、アフィカス YouTuber に騙されて衰退した火鉢を無駄に購入っていうのを避けたいっていうのもあるし、火鉢は危ないってことをしっかり伝えたいのね。なのでね、動画を見て参考になればグッド、もしくはバッド、間違っているようであればコメントください。尺稼ぎじゃないけど、甥っ子が拾ってきた鼻水をズルズル垂らしてたっていうことで、花ちゃんと名付けられた元野良猫の花ちゃんがね、邪魔する姿が可愛いので垂れ流しておきます。まず動画でもわかるように、火鉢はね、使わない季節マジで邪魔になります。でかいし重いし。木製の火鉢だと軽いらしいけど、陶器の火鉢は陶器自体が暖かくなるので、家庭用で多く使われてたのは陶器の火鉢だと思います。そして小さいのでいいじゃんって思うかもしれないけど、小さいのはマジで危ない。おがくずを固めたおがたんでも一箱使えば1、2回ぐらいはパーンって爆鳥っていうらしいんだけど、火花を飛ばすんですよ。なので安全性を考えれば火鉢は大きくて深い方がいいと。ミニ火鉢を使ってる動画もあるけど、危ないし継続して絶対使ってない。ましやね、小さい火鉢で木炭なんて危なすぎてありえんって思っちゃう。これは去年か一昨年に火鉢を使う前に入れたかさ増し用の砂を取り出します。やっぱね、砂はね、重いってのがある。代わりになんかじいちゃんばあちゃんとか入れてた新聞紙でもいいんだけど、今回はかさ増し用の桶、大きいのなやね見つけたのでそれを入れてます。ちなみに小さい穴が開いてるから、まあ誰も使わないだろうっていうのもあります。あとはその辺にあったレンガをかさ増し用の桶がずれないように入れてます。ちなみに前回の火鉢動画のコメントでね、心配されていた砂を入れたビニール袋が溶けるっていうことはやっぱりなかったですね。まあ、新聞紙を入れても大丈夫なんだし、灰があるのでビニールが溶けるほど熱は伝わらないっていう考えが合ってましたね。あとは錆びてた火箸、これを磨いて錆止めスプレーを吹きました。そして例年の場所に火鉢をセットして1週間ぐらい置いてたら、なぜか猫の足跡が。使ってるところを見せてないから遊び場と思ったのか、興味があって中に入ったのか、まあおいおい学んでくれればいいけど、灰をまき散らすのだけは勘弁してほしい。そして使用するのはホームセンターとかで売ってる小型に、どこのご家庭でもその辺に転がってる漬物用の壺を火消し壺にしています。中にはかさ増し用の砂と割と平らな植木鉢を入れてます。そして火鉢に最適な小型、アマゾンとかで購入すればホームセンターより安い時もあるけど、近所のホームセンターがなくなっても困るので、ナフコで購入するようにしてます。あらかじめ工業用のハサミで10センチ台にまとめて切っておいて使用してます。この白く灰をかぶってるのは去年土台として使ったやつで、土台はね、あってもなくてもいいんだけど、土台があると火が消えにくい感じで炭を置けるし、湿気が抜けて次の日の炭として使いやすくなるんで、割とおすすめ。ただね、灰がついてくるからガスコンロで火つけた時に灰が落ちやすいっていうデメリットもある。そしてこの火起こし用の鍋、火鉢を使うならってことで割と有名な道具らしいけど、マジで使えない。ガスコンロにセンサーがついてるやつだと鍋の温度が高くなりすぎるってことですぐ火が弱くなる。最近でもないけど、売ってるガスコンロにセンサーがついてないやつなんてほぼない。稀にあるぐらい。おそらくはカセットコンロを使って火起こしするんだとは思うんだけど、買うのもバカらしいので炭を直に置いてます。
で、この動画を作るのに調べたらカセットコンロもダメらしいです。しかもガス管が熱くなって危険だから絶対って強調されてるんで危ないんだとは思う。逆にどうやって使うねこの鍋っていう。まあ5、600円なんであまり強く文句は言えない。今度はセンサー付きのガスコンロでも使えるようにこの鍋をカスタムしてみます。尾型はガスコンロに直置き、穴に火が通るようにセットします。結構バランス取るのが大変で、下手したらコロコロって炭が落ちることもあるので、真似はおすすめしないけど、これが似たか的には一番楽な方法です。動画は倍速、ある程度火がついたところで OK としてます。確実に左の作りたいのならもっとやった方がいいけど、逆にねガスコンロが悪くなりそうなんでこのぐらいにしてます。当然灰が落ちるのでガスコンロは汚れるし、想定してない部分に火が当たり続けるのもあって白くなっちゃってます。まあ簡単に壊れるような強度で作られてないけど、不具合が出るとおいおい面倒なんでこのぐらいにしておきます。次は炭を置く前に土台の土台作り。久しぶりなんで忘れてるけど、灰を鳴らして斜めに設置。そこに赤くなったところがぴったりじゃない、若干隙間ができるように炭を置いてます。そしてここでガスバーナーの登場、炙っていきます。まあやんなくてもいいんだけど、それだとガスコンロでしっかりとした火種を作る必要があるから、煮たかバーナーを使用します。そんな長いこと使わないし、ただやらないとこの程度の火種だと失火する可能性があるんで、やっておくことに越したことはない。もちろん灰が舞い上がります。ガスコンロでしっかり火種を作れば灰は飛ばないけど、ガスコンロに灰が落ちるのでどっちがいいかなって感じだね。火箸はほとんど使わない。炭のポジションを維持するためにたまに支えに使うぐらい、というか使いにくいんでいらないっていうレベル。ここまで見た感じでもわかると思うけど、火鉢ってメリットよりデメリットの方が多い。だから衰退して誰も使わなくなったっていうのもあるんだけど、さらに言うなら一酸化炭素中毒で気づかないうちにポックリなって平気で起こりうると思う。前回の火鉢動画のコメントにもあったんだけど、火鉢の代わりにね七輪で試したら頭が痛くなってやめたっていうコメントあった。室内用の炭を使ったらどうかわからないけど、隙間が多い日本家屋じゃないとマジで危ないですよ。似たかの場合、隙間が多い縁側ルームを PC ルーム兼猫が外出る際のドアマンをしてるから問題ないけど、新しい洋風の家の場合、壁が何層にもなってて隙間がないことが多いのでマジで危ない。ちなみに隙間っていうのはこういった上がぴったりでも下が空いてる日本家屋ではあるあるの隙間です。ちなみに左は猫の通り道で、常に隣の2部屋との換気がされてます。その他デメリットというと、火起こしが面倒で、備長炭だと着火がしやすくて燃えやすいらしいんだけど、その分長持ちしない上に高い。尾型は安くて長持ち、ただ接着剤みたいなのを加えて圧着してるので燃えにくいってのがあります。そして暖かくなるまでに時間がかかる。だから隣に石油ファンヒーターを置いてるんだけど、炭はね油断していると消えることもある。節約して炭が少ないっていうのもあるんだけど、多くしちゃうと逆にコスパが悪い。このね3、4畳の縁側だからこのぐらいでいいけど、6畳の部屋をほんのり温めるとしたら炭はこれの倍以上必要だし、だいたい今の量だとこの火力で3、4時間ぐらいしか持たないから、2,400〜2,500円で20本入りの尾型を毎日1本ずつ使い続けるとしたら20日間しか持たないってことを考えると、1日15円ぐらいのエアコンを使った方が良くないと言えちゃう。しかも暖かいって言ってもほんのりだしね、吐く息がね白くなくなるぐらいだと思っていた方がいい。こたつとの併用が当たり前。それ以上の温度を火鉢に求めるとさらにコスパが悪くなるっていうことを知っておいた方がいい。じゃあメリットはってなるけど、エアコンがないから火鉢を使うとか、さっき言った手間を風情があると捉えればまあメリットかな。ここで火鉢を置いてるのはファンヒーターで部屋を温めてから部屋の温度が下がるのを徐々にゆっくりにするために置いてるだけであって、決して火鉢で暖を取ってるわけじゃない。この規模の部屋ですら火鉢で暖を取ってたらコスパは悪い。あとね、火鉢で肉や海鮮を焼いてる写真とか動画もあったけど、その後火鉢自体が臭くなるんで普通はできませんよ、そんなこと。油が落ちれば灰ですら臭くなるんだし、七輪で焼肉した後
部屋に置いとけって言われて無理だと思うんだけど、だいたい同じこと。せいぜい火鉢はお湯を沸かすとか、餅、芋、干物を焼くぐらいしか、その後の匂いを気にしたら割と現代人ならできないとは思います。といった感じで火鉢をディスった風になってるけど、私は毎年使ってるっていうことを忘れずに。まあこの動画にたどり着いたってことは火鉢いいなーって思ったのかもしれないけど、私はおすすめしない。そしてなぜ火鉢が使われなくなったのかを考えた方がいい。それでも火鉢が欲しいっていう人は、まずジモティっていう近所にいらなくなったものを売ってるサイトで購入した方がいいと思う。火鉢自体が重いので送料とかを考えると、ジモティなら自分で取りに行けるし、小さいのより大きいの、木製より陶器だとは思うんだけど、その辺はね、用途考えてご自身に合ったものっていうことでお任せします。まあバタバタと説明しちゃったけど、いいんじゃないでしょうか。では良き火鉢ライフを。にたかでした。